6月5日、言うのみ言葉。愛のない者に神はわかりません。ヨハネの手紙、第1、4章8節キリスト者の明白な特徴は、キリストの愛に信頼し、それに応えて、自分の愛をキリストに捧げることである。まず信仰は、魂に。キリストは私を愛し、 私のためにご自身をお捨てになったと言わせることによって、信仰の印をその人の上に押す。次に、愛はそれに署名をし、心にキリストに対する感謝と愛を刻みつける。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。ヨハネの手紙第一、四章十九節。 キリスト教の英雄時代とも言うべき初代においてはこの二重の印が全てのイエスを信じる者たちのうちに明らかに認められた彼らはキリストの愛を知っていたそしてあたかも信頼できることを確かめた杖に寄りかかるように彼らはキリストの愛に行こうようになった彼らが主に対して感じた愛は魂の秘密の部屋に隠された 静かな感情ではなく、また彼らが週の初めの日に集まって、十字架にかけられたキリストイエスを称えて歌う時にだけ、内輪で語られるようなものではなかった。それはすべてを焼き尽くす激しい情熱であり、彼らの一挙一動に現れ、彼らの日常の会話の中でも語られ、普段の眼差しにすら伺い得るものであった。 イエスに対する愛は彼らの存在の中心を燃やした炎であった。それゆえその炎は彼らの外部にも輝き出たのである。王であるイエスの栄光に対する熱情はすべての真実なクリスチャンの勝因であり、印であった。キリストの愛に対する信頼があればこそ、彼らは多くの冒険をし、キリストを愛していればこそ、 彼らは多くのことを成し遂げた。このことは現在においても同様である。神の子らはその内なる力を愛によって支配されている。キリストの愛が彼らを取り囲んでいるからである。コリント人への手紙第25章14節彼らは神の愛が自分たちの上に注がれていることを喜ぶ。彼らは それが彼らに与えられている精霊によって心に注がれていることを感じ、感謝に満たされ、純真な心を持って熱心に救い主を愛する。友よ、あなたは主を愛するか今夜眠りにつく前に、この重大な質問に対して正直に答えよ。